こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回は全仏オープン女子、決勝ハレプ VS スティーブンズについてです。以下引用。6月10日、AFP、全仏オープンテニス2018は9日、女子シングルス決勝が行われ、大会第1シードのシモナ・ハレプ、ルーマニア、が3、6、6、4、6、1の逆転で第10シードのスウォーン・スティーブンズ、米国、を下し、夢、の次第大会、グランドスラム、優勝を果たした。これまでグランドスラムの決勝に3度、全仏オープンでは2度、勝ち進みながら、いずれも涙を飲んできた世界ランキング1位のハレプは、この日も先にセットを落とし、続く第2セットも1ブレイクダウンとリードを許したが、そこから見事な挽回劇を披露して悲願のタイトルを掴んだ。前回大会決勝は1セットアップとして続くセットも3、0とリードしながらエレナ・オスタペンコ、ナトビア、ミクハイを舐めたハレプだが、この日の最終セットではわずかに5本のアンフォーストエラーしか犯さない圧巻のプレーを見せ、昨年の悪夢を払拭する上では完璧な勝ち方となった。最後のゲームでは、もはや呼吸さえできない感じがした、と感情をコントロールするのが難しかったと明かした26歳のハレプは、去年は負けた側だったから話すのは大変だったけど、こうして勝者としてスピーチをするのは感動的。14歳の時からこの瞬間を夢見ていた、と喜んだ。去年の二の舞にはなりたくなかった。夢だったし、ここパリで成し遂げられたのは本当に特別。一方、1には6、3、2、0とリードして自身2個目のグランドスラムタイトルに手をかけたかに見えた全米オープンテニス2017覇者のスティーブンズだったが、暑さとハレプの巻き返しを前にして失速した。それでも、試合後には、素晴らしい大会になった。望んでいたトロフィーではないけど、美しいことに変わりない、と満足感を示した。AFP、JED、カート。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますのでぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。